お世話になっております。かずみです。今回は、お隣の国のネタです。日本にゆかりのある、アメリカ大使。ハリー・ハリス駐韓大使が11月にも、退任する意向を示しているとの、報道がありました。今回のお題、ハリス大使が退任の意向。ロイター通信の記事を引用します。複数の関係筋によると、米国のハリー・ハリス駐韓大使が、今年11月で退任する意向を周囲に漏らしている。11月の米大統領選でトランプ大統領の再選が決まっても続投しない考えという。ハリス氏はトランプ大統領に指名され2018年に駐韓大使としてソウルに着任したが、様々な問題をめぐり不満が溜まっているという。米国務省と在ソウルの米国大使館のコメントは取れていない。トランプ政権は在京米軍の駐留経費について、京国側の負担を増やすよう要求。京国では、トランプ氏の米国第一主義に対する批判が強まっており、ハリス氏も批判の矢面に立たされていた。昨年10月には、学生の集団が、ハリス氏の住む校庭の敷地内に侵入し、米軍の駐留に抗議。また、昨年12月には、米大使館前で抗議活動が起き、デモ隊がハリス氏は出て行け。米国の植民地ではない。我々は ATM 現金自動支払い機ではないと叫んで、ハリス氏の肖像画を破る一幕があった。また、警告がぬそみやを破棄し、米政府が失望感を表明した際には、警告外務省がハリス氏を呼び抗議した。この記事に、イネの隊長こと佐藤正久議員もツイート。国や世界の平和と安定に長期間奉仕し、大今後、欧州大使が内定していた、ハリス大使。急遽、エリンギ国との関係もあり、京国大使に任命されたハリス大使。ただ、米韓の狭間で、京国から批判されることも多々。と、投稿。このタイミングで出てくる報道だと、現在の例の荒れ騒動の後、激動が予想されるのでしょうか？下手なことは言えませんが、宗主国様の動きも活発化してますし、ちゃんと見ておかないとやばそうですよね。皆さんはどう思いますか？それでは、ネットの反応を紹介します。ハリス大使も、不満やストレスが相当溜まってたことでしょう。お疲れ様でした。リフレッシュした後は、日本においでいただきたいですね。親しみが持てる大使になりそうです。以前あった、リッパードさんのように、襲われるんじゃないかと。やめられると知って安心してる。そして、次は、日本で、米国大使として、太平洋の平和のために働いてくれないかなって、少しだけ思ってます。しかし、他の国は、本当にダメだわ。アメリカもそうだが、日本も考えものだと思いますよ。あんな国に、貴重な人材を置く必要がないのでは？どうしても、地政学的なリスクがあるので、最低限付き合うことになるのだが、用があるならメールやネットで会議すればいいんじゃ。後で嘘をつかれても全てデジタルデータとして双方検証できるし、報道通りに辞任されたら11月に警告はどのような国になっているのだろうか。あやちゃんは多分選挙で過半数を取り、経済も為替もめちゃくちゃ。宗主国に寄り添って北との統一を進めるが、西側世界から完全に切り離されて国民が不幸のずんどことか。日本は経済関係を切り離す痛みも通り抜けなくてはならない時期がやってくるのだろう。いかがですか？皆さんはどう思いますか？今後もかずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見をコメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。